ですね。YouTube 動画、やはりですね、スマホ1台で始めたいという声が結構あります。海外移住された方のご相談です。まあ、スマホ1台で始める方法手段ということなんですけども、やっぱり、まあ、海外にですね、もし行かれるのであれば、海外のですね、動画というのは映えますよね。やっぱり非日常なので日本人にもすごく興味を持たれます。そこだけでも差別化できると思います。まあ、あと日本にいるときはですね、いろんな方法があるんですよね。例えばもう、YouTube の動画をですね、すごい凝って作んなければいけないという人が多いんですけど、僕のこの動画見てもらえば分かる通りめちゃくちゃですよね。もう画角とかめちゃくちゃですし、編集もしませんし、ワンテイクで撮ります。で失敗も全部入ったりします。まあ、これでいいんですよね。で視聴者さんがそんな、テロップとか効果音とかを求めてないっていうのはもうデータで出てるので、何よりも役立つ情報を提供するってことですね。まあ、短い動画でも役立つ情報を提供できます。なのでそれから始め